さん、なんかね年を重ねても現役でやられる仕事って少ないと思うんですよ、まあ、政治家なんてのはね80過ぎてもやってる人いますけどもでも基本的に労働がまだね多くの人が携わってる仕事だとして年を取るに従ってできることって限られてくるんでまあいろんな場面でねいわゆる隠居になることが大事だと思うんですよで隠居っていうのは言ってみれば情報で食べるってことですよね 昔かからこういういいい制度っっててたじゃないですか陰居っていうのはもうねあの40代とかになってくると若いやつに店を任してねでそのお店で起きたトラブルとかそれからお店同士のいろんな、ま、の関わりとかをまあわしが言ってくるわみたいな感じでねご隠居お願いしますみたいな感じで隠居同士で話し合ってを隠居会で決まったんだけどねこういうふうにしていくようにするからみたいな感じで手打ちをするとか。か陰居っていうのは うん、そういうふうに長年の商売の実績とか知恵とかを使ってあの頭で稼ぐ商売なんですよねだから実際に重いものを持ったりとかあの遠くまで行って商売をするってことはあんまりなかったりすると思うんですよで現代にいろんな例えがありますけども例えばねプロ野球の選手って40を前に大体引退すると思うんですよでその後はプロ野球の解説をするとかね本を書くとかメディアに出るとかっていういわゆる情報で食べていくと思うんですよ でこれは一般会社のサラリーマンもそうなんですけども20代は現場をやって30代はそこそこ現場から離れて40代過ぎると部長職とかあの管理職とか役員になっていってねもはやそこではデスクの上で帳面を見ていろんな人に指示をしたり許可を与えたり印鑑を押すみたいな作業になってくるんですよでそういう風に、えー、自分の年齢に合わせてやる仕事を選ばないとさすがにね あの健康のために5060でガードマンをするって言うんだったらいいですけどももう本当に月末の支払うためにもうガードマンをするってなるとこれやりがいも失せていくし結構ね健康リスクも、うん、危ないと思うんですよねだからやっぱよく自分の年齢に落ちた収入源っていうのを考えていかないといけないなって思いますけども何もない方は私は FX だと思いますやっぱり50代を過ぎたらもうね FX でお金を作るのが一番だと思いますよ。 それこそ、あのー、数ヶ月でダメでも、うん、23年かけてやってもね十分モーター取れますんであれだったら10年でね FX が勝てるようになるんだったらもう全然やるべきですよそんなの10年でいいんだったらいやそのぐらい FX っては軽作業ですしねで単純作業で簡単ですしテクニカル覚えたら終わりですからもうだから私はね FX をやればしまいには FX をやってきたその知恵でもって FX 隠居もできると思うんですよつまりは指導者になったりとかね コンテンツ出してみたりとか、FX について喋ってみたりみたいなことで成り立つと思うんですよ。だから今現在やる仕事がどこに向かっているのかってことを、やっぱ足場を踏みしめながら確認しながら進んでいってもらいたいですよね。以上です。